シフトキーみたいな要素のボタンにするから。だから最近なんか出たレバーレスは、なんかここは棒状になってるよね。棒というかなんかこう、横長のボタンになってて、結構シフトボタンっぽく。長いボタンありならいろいろ悪い形できそう。そうだね。なんか、すごいボタンとかできそうよ。なんか、バナナみたいな。でもいいよね、別にね。こう。確かにね、ここが前ボタンっつって、ピアノ押しが、これはちょっと押しづらい。小さいと押しづらいっていう人はちょっとバナナこれやったら押しやすい。いやでも結局話すというあれがあるからな、ピアノやることには変わんないから。だから俺はとりあえずやってみたけど、ボタンは小さい方がいいなとは思うけど、大きいことのメリットあるかな。まあ押しやすいんかな、一応押しやすいというあれはあるけど、まあ小さい方がメリットは大きいなと。いや上ボタンは大きくていいかな。結構やったけど、やっぱね、右手で結構押すんで、上ボタン。まあ、この形。右手の親指で割と押すんですよ。例えばサマー打つときに、まあ、ちょっと今できないけど、こうやって押すとか、この右手と攻撃ボタンと連動させれるのがやっぱ強いんですよ。これ同時押しができるんで。これ要は、左手と右手で同時押してくださいってやると、この、これを本当に、左右を同乗するって結構むずいんですよ。でもね、この親指と人差し指とかでこう同じ右手でこう同じボタンを押すっていう方が絶対やりやすいんですよ。だからサマーとかも、まあ、要はこう右手の親指でこうやるよりはこうやった方が同時に出やすいんですよ。っていうので結構この上ボタンは右手であるのは結構いいとか、あとキャラによるかな。キャラによるんだけど、低空系、低空ストライクとか、低空剣とか、低空百裂とか、その高度制限がめちゃくちゃ低い、まあ、例えば竜巻剣であれば、竜巻を入力してからジャンプを入れて K を押すのかは、ジャンプを入れてから竜巻を入力するのかで入力の差があって、例えば普通であれば、普通というか普通ぐらいの剣であればこうやって左手で完結できるんですよ。左手で前落ちて竜巻入れて、これでまあ別に最低空で出る、こっちもこれで、ま、これで前押して、あと竜巻をこれで押して、でこれで一応最低空で出てんだけど、ノーマル版。ただこれ EX ってもっと低く出るんですよ。 EX ってこの高さで出て、これ今竜巻を先に入れてんだけど、 EX ってめちゃくちゃ低く出るんだよ。で、これをさっきの入力でやると、ちょっと高めになる。あ、これあれだ。俺今上下ニュートラルにしてんだけど、小バネ。低くやろうとすると、盲点。こんなとこで、下上ニュートラルがちゃんとジャンプにならないという盲点。これちょっと高いんですよ。位置が。これ高いでしょ。これマイナ2なんですけど、高いともうマイナ7とか、マイナ4とか入る。マイナ7、これ低めだと、最低だとマイナ2なんですよ。そうで、これはさっきのあのノーマル剣でやってる時はそんな気にならないんだけど、 EX だとやっぱ高くなっちゃって低く出せるもんね。これちなみにノーマル剣で出そうとすると本来は出ないんですよ、普通のキャラはね。高度制限に達してない時にコマンド成立しちゃってボタン押しちゃうとこうやって出るんですよ、本来ね。わかりやすく言うと、キャミーの MK とか、チュンリーとかもそうなんですけど、こうやって、MK が出るんですよ。早すぎると。いわゆる MK。で、ちなみに、セスは結構特別で、MK ないんですよ、こいつ。コマンドが成立してたら、絶対剣が出るっていう仕様があって、これ今、先に竜巻入れて、めちゃくちゃ早く成立してんだけど、飛んだ瞬間にもう成立してんだけど、絶対剣が出るんですよ、これ。これ今の入力だと本来はこうなります。普通のキャラであれば、だからコマンド剣が出る高さまで待ってくれて、ちゃんと剣が出る仕様なんですよ。コードに達してから絶対剣が優先されるっていう仕様です。カラキャンしてるっていうか、いや単純になんか剣コマンドができたら剣が成立してるから技は出ないって感じ。これセスだけだから、そう、セスは MK 出づらい。早くやっても問題ないから。
でちょっと話がずれましたけどずれたけど、で EX の話ね、で戻って、でさっきの話で根性入力というか左手だけでやるとこのサイテイクで出せないと、ジャンプ入れてからは、竜巻入れてから出せるよ、竜巻入れてジャンプやったらサイテイクで出せるんだけど、これってそのじゃあそっちでいいじゃんって話なんですけど、一応メリットデメリットがあって、竜巻を入れる、竜巻を入れてジャンプするっていうことは、この竜巻入れてる間地上にいるんですよ。だから例えば歩いていってグラつぶしでね、歩いていって投げと、歩いていって投げと、歩いていってこの剣のにその投げしけを狩るみたいなのを EX でやろうとすると結構こうなるんです。わかる？前歩いていって投げ、前歩いていって EX 剣ってやる、高くなるんですよ。もちろんこれジャンプ入れてからめちゃくちゃ竜巻のコマンド早かったし出ますよ。ただ結構レバーとか、まあレバーも頑張りいけるかな、まあ結構気合い入れないとテイクで出ないんで、これを竜巻のさっきのでやるとちょっと止まるんですよ、ここで。ほほ、わかる。竜巻を入れてからやるから、この竜巻入れてる間に投げられるし殴られるので、まあ要はとっさに出せないと、竜巻を入れる先に入れる方は。なんで理想はジャンプ入れてから出した方がいい。ここで右手の出番です。右手の親指を使うとですね、なんならもうここまで押しちゃいます、前まで。まあ一応あのテイク剣は EX は垂直でも出るから、まあ上ボタンだけでもいいですけど、前ジャンプしか出ない場合は こういうもう右手でここまで押しちゃう。でこの中指と薬指、これはもう竜巻に集中していい。わかる？これ咲いていく。このでここを右手で押すとこうやって低めで出せるんです、この根性で。竜巻を先行入力じゃなくてジャンプからこうやって出して咲いていくで出せるっていう、まあ要はジャンプする、前ジャンプするボタンと竜巻入れるボタンがそれぞれ独立してできるんで、まあ右手と左手それぞれ担当できるんで、これを右手だけでやろうとすると結構このできますよ、できますけどむずい。押して離してこっちを高速で入力してっていうのをやんなきゃダメだから、これがこっちだとこうパッとこうこれでできるので、この今の動きをこっちでやると結構大変なんですよ。なんでやっぱりこの右手を親指干渉できるのは強いで、ボタンが小さいと結局ちょっと押しづらいから、まあこのジャンプボタンが大きいのは左向きの時はどうするんですか、よくぞ聞いてくれました、気合です。左向きの時は、左はさすがにこうはやんないです、さすがにやらない。これはこれだともう大変なことになるから、まあできますけどね一応